トメさん、ヒロムです。コウです。ありだと思う人は手を挙げてください。せーの。どうぞどうぞどうぞ。譲るな譲るな。お前そこ、ここまで来るとね、どっちでもいいんですよ。まあどっちでもいいけども、こっちがアリじゃなくてヒロムがアリだった説。古い考え方あるね。みんなもちょっと惑わしてほしいよね。じゃあみんなは普通の考え方やったら、こっちが兄で、なんでかっていうと先に生まれてきたから、でこっちが弟やと思うはずなんやけども、これに関してはね、ちょっと例外で双子なんですよね。12月13日、これ双子の日らしいの。あ、そうなの。うん、っていうので、この動画ちょっと撮ってるんだけども、日本で一番双子が生まれた数が多い。え、違います。いけいけって、あ、おめえ先行ったらええって、そういう感じこうやってくれたもんで、ヒロムのが偉い。そういう、そういうのじゃないでしょ。どういう考え方したら後の兄になる？ね、時間的に考えると最初に出た方が年を取れるな。ちょっと早く。ああ確かに24分早く年取ってるな、俺の方が。ちょっと論破してみて。頑張って。俺の方が兄って言った方がいい。言わないと今後は僕兄として名乗っていきますので。体重もちょっと重いし、身長もちょっと高いから、ヒロムの方が梅干し食べれる。俺らは昔の時代にポッて呼ばれたら俺が兄だったわけよ。その原理を説明して。原理なんてないんだよ。じゃあ、ある。理由をね、俺聞いたことあるんって。納得したことがあるん。長く成長したからだとかな。お腹の中で。栄養とかはさ、もらっとるわけやん。1874年、明治7年ですね。すごい、硬い感じの話なんですけれども、双子または三つ子を出産した場合は、最初に出産した方を継子と定む。これ継子というのは、兄、姉。はい、ということで、わかりましたか？いや、まだちょっと。わかんない、わかんない、納得いかない。画面の向こうのみんなはもう納得してないと思うので、言いますとですね、双子って、お腹から出るのが先、後で先に出たのは兄と思われがちだけど、一緒にお腹にいるわけよ。後に出た方が先にお腹にいたから兄とされてたんだけど、それは今では科学的な根拠がないからっていうので、今では出生証明書に記載された時間で決まります。27分とかね、先にこっちが出たから兄ってなってるかもしれないけど、お腹にいたのが一緒なわけ。お腹の中で一緒にいたんだから、先に出たのはこっちだろうが、こっちの方がアリな可能性があるってこと。なるほどな。分かった。なるほどな。普通の兄弟の場合って一人しかいないわけよ、お腹の中に。で、次弟妹が生まれるとしても、次またお腹に身ごもるわけだね。うちらの場合は双子一緒にここにいるじゃん。27分先に出ただけなの。世の中に出たのは早いかもしれんけど、一卵性ソーセージで一緒にこう成長してきたわけやから、兄もそういうことなの、弟もないわな。科学的な根拠はないから、とりあえず兄してるって。とりあえずか。ちなみに金さん銀さんも後に生まれた方を姉として届け出たそうです。マジで性格上とか外見、身長とか体重とか見て、どっちが兄と思うかっていうのね。精神年齢よく高いって言われたら26歳とか言われるから、20歳の時に26って言われたら、均衡を破ることができなければちょっと俺炎上しないかもしれないな。でも逆にやぞ、うん、お前兄とは名乗れんねえって。法律上な。結局はもうどっちでもええんやって。こんなもんどっちでもええな。もう双子なんて気にしてないんや、そんなもん。そう、多分ね、双子の人ね、兄とか弟とかね、言ってないからね。ということで、ご視聴ありがとうございました。前回の動画はこちらから、ラジコンを使って大自然の中をコースを駆け巡る動画を作ったんですけども、超楽しかったのでぜひチェックしてみてください。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録は上のアイコンからよろしくお願いします。次回の動画を見てね。